ナシ族は中華人民共和国の少数民族の一つ。ビルマ、ラオス、ベトナムと国境を接する雲南省の西北部から、四川省西南部にかけての海抜高度1000から2000メートルの山間丘陵部や5と呼ばれる山間低盆地に住んでいる。民族自治区域としては、地球史である栄光市に所属する極良なし族自治県があるが、 霊光市の中心部である古城区にも多く居住している。2000年の人口調査では、中国内のナシ族人口は30万8389人であった。ナシ族のうち、特に、モソの社会は、女性優位の母系性で、通い婚の伝統を持つ。課長は女性であり、あらゆる決定を女性が行う。それを表す一例として、祖母部屋がある。 これは、一家の女課長である最年長の女性が住む部屋で、ここに、先祖の祭壇などがあり、家内の未成年は皆ここに住むことになっていた。現在でも、古い家にはこの部屋があるという。ナシ族は、基本的に、自然崇拝であるが、チベット仏教の影響も多く受けている。ナシ族の町で、チベット仏教の建物は重要な位置を占める。 霊校には小川がたくさんあり、中洲に、生命や死んだ人などを祀る色とりどりの祭壇がある。トンパ文字。絵文字のような形状である。ナシゴは、チベットビルマ語族の囲碁グループに属し、民族的には、遺族や、リス族に近い。ただ漢族との往来が多く、大部分は中国語も話せる。ナシ族は、トンパ文字と称する象形文字を持っているが、 宗教的に使用されるのみで、別に、標音文字もあった。しかし、これもあまり使用されず、1957年に制定されたラテン文字も行われている。トンパ文字は、現在も、宗教的に使用され、原始仏教に最も近いとされ、世界唯一の生きた、象形文字として、ユネスコの世界の記憶に登録されている。 アズマトモにはあり、ありりの楽譜などが展示され今も残っている。トンパ文字の詳細については、トンパ文字の項目を参照されたい。新代のマサエビス、東大の美学サバンを演言とし、四川から南下して、近西流域で繁栄した。東大には、ドバニや南章の支配を受け、元、明治大には、ナシ族首領が土市に任命されて、 中国王朝の間接支配を受けた。秋代のナシ族狩猟牧師は、霊公不土館に任命されていたが、寝代になって、海土器流が行われ、直接支配地域となった。近隣のモソ族は、現在の中国における少数民族の分類では、ナシ族の一部として取り扱われている。ナシ族よりも強い母系社会を構成していて、男性には相続権がない。 トンパ文化は、ナシ族固有の宗教であるトンパ教を中心に発達した文化である。トンパ教は、2000を超える神々を祀る自然崇拝に基づいた民間信仰で、チベット仏教の影響が見られるが、組織化された神徒集団や寺院はない。経典は、シャーマンのトンパによって、トンパ文字で描かれる。トンパ文字は、 絵画のような約1400の象形文字からなる。経典は多くが文化大革命の時に放棄と共に焼かれてしまったが、なお、約5000冊が現存している。ありがとうございます。